砂漠や乾燥した場所の岩や砂礫の上などに生えていて、太陽と風を遮るものがない場所でよく成長します。そして枝を剪定していきます。剪定を行ってから2週間が経過しましたが、このように新芽が出てきています。はい、ということで実験を開始して1ヶ月が経過したんですが、ミイラになりました。こんにちは、ラトベンチャーです。今回はダイソーで売っているという情報を聞いてから探し続けていたものが見つかったのでご紹介したいと思います。それはアデニウムです。ダイソーではアデニウムと表記されています。アデニウムはダイソーで売られているのですが、とても珍しくダイソニウムなんて呼ばれたりもしています。300円でコーデックスデビューできるなんて夢のようですよね。ということで今回はダイソニウムの育て方と増やし方をご紹介したいと思います。まずダイソニウムなんですが、おそらく未生のアデニウムなのかなと思います。未生というのは種から芽を出して成長することで、開墾植物の多くは自生地がマダガスカルや熱帯アメリカとなり、タイなどからある程度大きく成長した株の根を切断して抜き苗で日本に輸入されるものをベアルート株もしくは現地球株とも呼びます。そして今回のダイソニウムは日本で種から大きくなったものなので未生株という分類になりますが、育て方は発根させたベアルート株と未生株では異なるのでご説明していきたいと思います。ある程度大きなアデニウムであれば、以前アデニウムの育て方という動画を紹介しているのでこちらをご覧いただければと思います。そして育て方なんですが、置き場所について、日当たりですが、開墾植物は本来直射日光ができるだけ当たる場所で管理するのが望ましいですが、未生株は強い日差しや極端な暑さにダメージを受けてしまう可能性があります。理想は生育期の春から秋にかけて風通しの良い屋外で半日陰となる場所で管理するのがおすすめです。室内でも栽培できますが、適度な光と風がないと徒長しやすいので植物育成ライトや送風機を使うのがおすすめです。私も室内ではボルネードの送風機を使用していますが、室内の空気がよく動くのとエアコンの機能を向上させられるのでとてもおすすめです。ブログにライトと送風機のリンクを貼っておきます。そして寒くなる時期には室内に移動させます。15度を下回るようになったら室内の最も日当たりの良い場所で風通しよく管理していただければと思います。ちなみに植物育成ライトと送風機は越冬にもとても役に立ちます。ちなみに根の張った大きな株は葉を落とすまでは屋外で管理することで翌年花を咲かせやすくなります。水やりについてですが、コーデックスは基本的に砂漠や乾燥した場所の岩や砂礫の上などに生えていて、太陽と風を遮るものがない場所でよく成長します。そのため水を与える必要も他の観葉植物に比べて頻度が少なくなります。しかし未生株はまだ極端な乾燥に耐えることができないので注意が必要です。具体的に生育期であれば表土が乾いてから 2,3 日くらいが目安になります。鉢の中が乾ききる直前ぐらいがベストタイミングになりますが、水切れは枯れさせてしまうことに直結しやすいので乾燥させすぎないようにご注意ください。また水の与えすぎは根腐れを引き起こしてしまうので、土が湿っている状態が続きすぎないようにスリット鉢やセメント鉢、木製の鉢などの通気性の良い鉢を使うのもおすすめです。用土について、開墾植物はとにかく水はけの良さが重要になります。枯れてしまうトップの原因は根腐れになるので、市販のものを使う場合はいつもご紹介している粒状軽い培養土やサボテン用の土、ご自分でブレンドする場合は赤玉土3、鹿沼土3、腐葉土4ぐらいの割合で配合するのがおすすめですが、未生株の場合はある程度保水性のある土もよく育つので通常の観葉植物用の土でも良いです。ご自宅の栽培環境に合わせてお選びいただければ幸いです。肥料について、開墾植物はそこまで肥料を必要としないので生育期に少量与えたり植え込みの際にマガンプ K を混ぜておくというのがいいと思いますが、未生株は肥料焼けしやすかったり徒長しやすいので、肥料は液体肥料であれば
薄めに希釈して与えるか、施肥しないというのも一つの方法です。また肥料ではなくメネデールなどの活力剤を与えるというのも有効です。活力剤は免疫を上げてくれるので夏バテしないように、また寒さにもある程度強くなっていきます。害虫について、アデニウムにはハダニやカイガラムシなどの害虫がつくことがあります。また開花するとアブラムシなどの害虫も発生します。ある程度大きな株で根が張っていれば、マガンプ D というマガンプ系にジノテフランという殺虫成分が加わったものがおすすめですが、未消株で肥料焼けの危険がある場合はオルトラン DX がおすすめです。特に屋外で管理される場合はこういった害虫対策をしていただければと思います。植え替えについて、植え替えは暖かい時期に行うようにしましょう。4月から9月頃までが目安となりますが、室内で15度以上を保てていればいつでも植え替えを行っていただいても構いません。ダイソニウムですが、もともと植えられている状態は育苗ポットにさらにプラスチック鉢という状態なので、水はけが非常に悪く、使われている土も管理が楽になるようにピート系の土が使われていることが多いので、水はけが悪いことと、一度乾燥すると水を吸わなくなるので購入後は植え替えないと管理が難しくなります。初心者の方に100均の植物は枯れやすいと思っている方が多いのはこういった原因があるので、育てるのに向いてないということではないのでご安心ください。それでは実際に植え替えていきたいと思います。それではまずアデニウムを鉢から出していきたいと思います。こういった塊根植物の根というのはとてもちぎれやすいので、ネカティ棒だったりこういったピンセットなどを使って土をほぐしていただければと思います。手でほぐしていくと土を固めてしまうのでご注意ください。めちゃめちゃ可愛い。ある程度落としたら、極ふわダイソーで売られているメイク用のブラシ、これで土をさらに落とします。ここでどうしても害虫が気になる方は、植え替える前に先ほど紹介したオルトラン DX を散布しておく、またこの植え替えの際に食器用洗剤を水と混ぜてきれいに洗い流すというのも効果があります。植物にはそこまでダメージとならないのでおすすめの方法です。裸のダイソニウムです根っこがこのようにかなり細いので扱いにはご注意いただければと思います。植える鉢はこちらのダイソーのセメント鉢を使いたいと思います。かなりセメント鉢はかっこよくて好きです。また通気性が良いのでかなりお気に入りで、タイプもいくつかあってこういったタイプもあります。個人的にはこちらのラウンドの鉢が気に入っています。土が出ないように軽石を置きます。水抜き穴を塞ぎます。ちょっと小さすぎるのでやめます。ということで、先ほどよりも大きめの鉢に植えていきたいと思います。まずは軽石を入れます。普段は粒状軽い培養土を使うのですが、今回は観葉植物用の土を使っていきたいと思います。こちらの方が保水性が高いので未消には合っているかなと思うので、開根部分が地上に出ている方が見た目が可愛いので少し浅く植えたいと思います。はい、ということで開根部分が多少地上に出るように植えてみました。可愛いですね。メイク用のブラシはこのように土を払ったりするのにも使えるので1本あると便利です。植え替えた後は水を与えますが、塊根植物の根というのはとても細くこのようにちぎれやすいので、植え替えの際は必ず細い根が切れると思ってください。そしてこの細い根がすぐに水を与えると根腐れを起こしてしまうきっかけになってしまうので、根がよく張っているものは1週間ほど置いてから水やりをしますが、未消株の場合は水切れに耐えられないので半日もしくは1日置いてから水やりをするようにしましょう。そしてこのまま増やし方について、アデニウムは種をまくという方法と挿し木をすることで増やすことができます。挿し木でも塊根部分を太らせることができるので、間延びしている枝などは剪定しながら挿し木にするのがおすすめです。実際に今回購入したダイソニウムも徒長しているので剪定して挿し木していきたいと思います。手順は1、消毒したカッターで10センチほどの長さに切る、2、先端の2、3枚を残し下葉をカットする、3、切断面にダコニールを塗布する、4、カットした枝の樹液を拭き取りながら数日乾かす、5、挿し木用の肥料が入っていない土に植える、6、水を与える。この時メネデールなどを与えるとさらに良いです。まずカッターをライターの火で炙って消毒します。
そして枝を剪定していきます。剪定した後はダコニールを塗布します。ダコニールを塗布する際もこちらのメイク用のブラシが役に立ちます。親株と切断した枝の方にも塗っていきます。枝は数日直射日光ではない明るい場所で風通しよく管理します。下葉をカットするのを忘れていたのでカットしていきたいと思います。新芽と2枚葉を残しました。1日置いたら断面は乾いています。ということでアデニウムを3日間乾燥させました。切断面が乾いています。茎も乾燥してシワシワになってきています。ということで実際に植えていきたいと思います。鉢に軽石を1粒入れます。この状態で挿し木用の土、今回はジフィミックスを使いたいと思います。花心さんの挿し芽種まきの土が私は好きなんですが、他の土でも発根するのか試してみたかったので今回はジフィミックスを使っていきます。土を入れたら剪定した苗を挿していきます。通常の観葉植物であれば土が乾かないように管理しますが、アデニウムのような開根植物は群れに非常に弱いので土が乾いたら水を与えるというサイクルで管理していきたいと思います。この後すぐに水やりをします。管理は半日陰のバルコニーで行っていきたいと思います。剪定を行ってから2週間が経過しましたが、このように新芽が出てきています。1枚残した葉の脇から新芽が出ています。こちらは何もなかったところから新芽が出ました。挿し木した方の枝は2週間経過して新芽が展開しています。小さかった新芽はこのように大きくなり、また新たに小さな新芽が出てきています。枝にはシワが入っているので少し心配でもあります。2週間後の経過でした。ということで挿し木を行ってから1ヶ月が経過したんですが、親株の方はこの通り新芽が展開して順調に生育を続けています。そして挿し木にした方なんですが、こちらも新芽が展開しているんですが、少し心配なのはこちらにシワが寄っているので水をうまく吸い込めてないのかもしれないなと思っています。というわけで状態を見ていきたいので鉢から出してみたいと思います。ということで根はまだ出ていない状態です。発根はしているかなと思っていたんですが、実際には発根していませんでした。ちょっとショックですただ腐ったり枯れたりしていないので、また様子を見ていきたいと思います。ではこのまままた管理を続けていきたいと思います。はい、ということでさらに20日間が経過しました。こちらの株はもう本当に元気ですね。開根部分も少し膨れてきたのではないかなと思います。そして挿し木にした方なんですが、鉢から抜いてみたいと思います。それでは鉢から出していきます。発根はしていないですね。発根はしていません。葉がかなり展開しているので蒸散しすぎているのも問題なのかなと思います。そして何より今手で持っているところから上の部分がシワシワになっていると思うんですが、これはもう水を吸えていない証拠なので何かしらの処置をしなくてはいけないかなと思います。ということで下3ミリほど樹皮を剥がしてみたいと思います。縦に切れ込みを入れたら今度は斜めに刃を入れてカットしていきます。そうしたらダコニールを塗っていきます。ここでしおれてる部分から上を切り離して枝だけにしてみようと思います。完全に今思いつきました。切断してダコニールを塗ります。こちらの上の部分も下から少し切れ込みを縦に入れて斜めに皮を剥いていきます。かなり細いのでやりづらいです。はい、断面こんな感じです。斜めにしました。太い方は断面がこんな感じです。こちらにもダコニールを塗って、さらにこれでは葉が多すぎるのでダイソーの目切りバサミを使います。これかなり切れ味が良くて使いやすいです。新芽とこの葉も半分にしちゃいます。ちょっと切りすぎましたね。新芽だけになりました、はい、このように新芽だけにしました。この状態で半日ほど乾燥させます。ということで半日乾燥させたので植えていきたいと思います。このままセメント鉢に挿していきたいと思います。ちょっと土が少ないので足します。こちらに挿し木していきます。はい、これでさらに水を与えて管理していきたいと思います。は
はい。ということで、実験を開始して1ヶ月が経過したんですが、ミイラになりました。このようにミイラになってしまいました。もう水分が全くなくなって失敗です。失敗した原因なんですが、おそらく枝が細すぎたのかなと思います。もしくは私の管理があまり良くなかったのか、皆さんに増やせるよというところをお見せしたかったんですが、今回は失敗してしまいました。私としてはこのまま失敗しましたで終わるのが嫌なので、また挑戦してみたいと思います。ただ今回の動画はこれで終わりにしようと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンを押していただいて、次回の動画にご期待ください。あと親株の方はかなり生育が順調で、開根部分がぷっくりとして、とても可愛らしい形状になっています。ということで最後に、こういったアデニウムの太らせ方をご紹介したいんですが、皆さんにお見せした通り、剪定をすると養分を集中させることができるので、このように太らせることができます。また、肥料を与えたり、できるだけ太陽に当てて育てる。日中と夜の寒暖差を感じさせてあげる。という風にすると、植物の成長ホルモンを活発にすることができるので、より早く、こういったぷっくりとした可愛らしい姿に育てることができるので、開根植物をお育ての方はこんな風に育ててみてください。ですのでまとめると、開根植物、こういったアデニウムを太らせるには、剪定する、肥料を与える、日光にたっぷり当てる、日中、夜の寒暖差を感じさせてあげる。ですので夜に霧吹きなどで葉水してあげると、植物体を冷やすことができるので、より成長ホルモンを活発にさせることができます。ぜひやってみてください。次回はアデニウムのタコ足を作る方法をご紹介したいと思いますので、増やしながらタコ足にする方法をご紹介したいと思います。少し時間がかかってしまうので、気長にお待ちいただければと思います。その間にも他の植物の増やし方だったり育て方をご紹介していきますので、ご期待いただければと思います。最近 Kindle でエアープランツの育て方、増やし方、巨大化方法、ウスネオデスについてというエアープランツに関する本を出版させていただきました。初心者の方でも枯らさないエアープランツの育て方、自生地についてだったり、エアープランツの構造、なぜ枯れてしまうのか、などなど詳しく書かせていただいたので、ブログに商品リンクがあるので、ぜひ皆さんに読んでいきたいと、ぜひ皆さんに読んでいただきたいと思います。Kindle のアンリミテッドに入っていると無料で読むことができます。そうでない場合は電子書、そうでない場合は電子書籍が600円。ペーパーバック、この紙のソフトカバーの本が1716円で購入することができます。もうすでにご購入いただいてレビューまで書いてくださった方もいてとても嬉しいです。ぜひたくさんの人に読んでいただければと思います。他にもコメント欄の近くに私が育てているこういった植物を出品しているので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。NFT アートも出品、NFT アートも出品しているのですが、0.03 イーサリアムの NFT アートをご購入いただくと、私から1万円分の商品券をプレゼントしますので、ご興味のある方はコメントでメッセージをいただければと思います。ぜひ皆さんも300円でコーデックスデビューしてみてください。このぷっくり感いいですよね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。あ、違う。このチャンネルをご登録いただくと、私から商品をご購入される際にエアプランツを一つプレゼントしているので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あとコメントいただけると泣いて喜びますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。